第一は、大分県大分市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東京ヤクルトスワローズ所属。妻は、元フジテレビアナウンサーの長野翼。NPB における右打者史上最高打率記録保持者、史上二人目の、両リーグでの首位打者及び最多安打獲得者、歴代4位体の7年連続打率3割達成者。 通算で8回の打率3割達成者であるなど、日本9回を代表するアベレージヒッターである。クライマックスシリーズ通算10本塁打、CSMVP3 回、日本シリーズ MVP1 回、日本シリーズ優秀選手1回などの記録を持ち、短期決戦の鬼、ミスター短期決戦の異名を持つ。父親が、 国崎高校の野球部の監督を務めていた頃の教え子が吉田豊彦であり子供の頃からの知り合いだった。子供の頃にプロ野球に興味を持った最初の球団は吉田が入団した南海ホークスで南海ホークスのユニフォーム型のパジャマを着ていた。大分工業高校時代は1年生の秋に骨に穴が開く。 骨脳腫により左かかとを3回にわたって手術し3ヶ月の入院生活を送りながらも通算43本の本塁打を記録した。3年夏の高校野球を置いた大会には首相として遊撃手で出場したが決勝戦で中津工業高校にチームは1安打に封じられ0対4で敗れ順位優勝となり甲子園には出場できなかった。 2000年11月17日に行われたプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから一巡目指名を受けて入団。広島東洋カープも指名予定だったが、当時足に故障を抱えていたため、内川はヘッドコーチの大下武史主導による広島の猛練習に不安を感じていたとされ、もし広島から1位指名された場合は拒否をして進学するとしていた。 ちなみに横浜との入団契約の際には、故障の治療を保障する条件が盛り込まれている。後に2017年の日本シリーズで福岡ソフトバンクホークスの選手として、ベイスターズと対戦した後の手記に、プロでやれる自信もなかったし、大学に行けば4年夏に、アテネゴリンを迎えることができた。当時の代表は、アマチュア選手が、中心の編成。 縦島で左胸に日の丸が入ったユニフォームを着たいという夢があった。ただ、プロで通用しなかったとしても大学には入れるけど、大学に行ってもプロになれるとは限らない。そう思ってプロ入りを決断した。横浜が足の病気を理解してくれていたことも大きかった。という趣旨を書いている。背番号は25。2001年は3試合ながら、 プロ1年目から1軍を経験。7月20日に東京ドームで行われたフレッシュオールスターゲームに遊撃手として途中出場し、7回に佐竹健太から2塁打を打ち、得点も記録した。2軍ではイースタンリーグ3位となる死球47を記録した。2002年から背番号を2に変更し、代打として42試合に出場。 70打席ながら打率、333に本塁だと結果を残した。2軍では7月11日に長野オリンピックスタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに2年連続で選出され、5番3塁手で先発出場し、藤川球時から安打を打ち得点も記録、7回から2塁手で出場した。2003年のキャンプ中、 突然右目の視力が極端に悪くなり、開幕一軍を逃す。シーズン途中に再調整のため降格した石井拓郎に代わり、5月から2番遊撃手のレギュラーに定着するが、原因不明の体調不良が続いて、右手の握力が弱くなり、ボールを握ることすらできなくなったため、6月に登録抹消。9月に再昇格した後は二塁手として起用され、 打率、313の高成績を残した。体調不良の原因は、顎が右側に曲がって、頸椎の神経を圧迫していたことだったと判明。契約公開では、顎の整形代という理由で年俸を微増されたが、結局整形はせず、奥歯の噛み合わせを強制することで解消した。2004年は7番、二類種として、初めて開幕スタメンに起用され、 一年を通じて二類種での先発出場が多くなったものの、2005年は二類種は種田一氏の起用が多く、代打での出場が多くなった。この頃について、内川自身は2017年日本シリーズ後の手記で5年目ぐらいまでは毎日必死だった。レギュラーをつかみかけては話す。そんなことが続くうちに他球団では、 同い年の中島博之や片岡治大が活躍し始め置いていかれる感覚があったという趣旨を書いている2006年は二類種の種田が不審に陥ったが内川自身の早急難から左翼種や一類種に回ることも多かった初めて100試合出場と100安台以上を達成したが規定打席には届かなかった2007年は 本格的に外野手へ転向され、右翼手に固定された。開幕から結果が出ず降格した時もあったが、最昇格後の8月には打率。448を記録し、復活を印象付けた。同シーズンは、プロ入り後初めて、シーズンを通して外野手を務めた。2008年は、開幕から打撃好調で4月末に一類種のレギュラーに定着。 打率が4割を超える時期も長く、オールスターゲームに監督推薦で、外野手部門で初出場し、2試合を通じて5打席連続安打を記録するなど活躍、松田ビアンテ賞を獲得した。後半戦も好調を維持し、右打者としては1999年のロバート・ローズを抜き、日本人選手のセリーグ記録も更新する打率、378を記録。 自身初の首位打者に輝いた。同シーズンは、最短位打最高出塁率のタイトルも獲得したほか、得点兼打率は両、リーグトップの、449を記録した。同年の横浜は勝率、338で、チーム勝率より高い打率での首位打者は、岡村俊明以来64年ぶり、戦後唯一。横浜時代2009年は、 開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では、第1ラウンド2回戦の対韓国戦に6番、一塁手として、先発出場。金広資源から三塁戦を破る2点的にルイバを、打ち、勝利に大きく貢献した。第2ラウンド1位を決める対韓国戦でも、先制された直後に、長3から、 同点本塁打を打った。決勝の韓国戦では6番、左翼手として出場し、5回裏の守備では、コウヒサシミンが打った、鋭い当たりにスライディングで候補し、正確な送球で、打者走者を二塁で、アウトにする好プレーを見せた。打撃でも3安打と活躍し、10回表に、先頭打者として、右前安打を打ち、走者として、決勝の得点を踏んだ。 同大会では主に左投手相手に起用され、大会成績は6試合出場で打率、333、1本塁打であった。シーズンでは同じく、日本代表に選出された、村田修一が、大会期間中の3月30日に右足を故障したため、内川は開幕4番打者を務め、全打順での試合出場を達成。アレックス・ラミレスと 首位打者争いを繰り広げ、リーグ2位の打率、318を記録した。この年外野手として獲得したダン・ジョンソンが怪我で一塁しか守れないこともあり、同年は主に左翼を守った。ただ、内川は、この頃の心境について2017年の手記で、レギュラー、主力と立ち位置が変わるにつれ、自分の成績だけでは満足できず、イライラが募り始めた。 だけど誰もチームが強くなる術を知らないと書いている。2010年3月24日にフジテレビアナウンサーの長野翼と結婚した。6月3日に国内 FA 権を獲得した。6月15日の対福岡ソフトバンクホークス、戦で小倉信介から自身初の満塁本塁打を打った。当初は主に3番一塁手としての出場が多かったが、 シーズン途中に獲得したブレッド・ハーパーが一塁しか守れなかったため、シーズン後半は一番右翼手での出場が中心となる。最終的にリーグ3位の182アンダーを記録し、自身初めての全試合出場、3年連続打率3割を達成した。この年、10月2日の大巨人戦、第23回戦、第2打席、 無視一二塁の場面で打った三塁頃により、トリプルプレーを記録している。シーズン終了後の11月8日、FA 健康師を表明。ソフトバンクと広島東洋カープが獲得に名乗りを上げ、両球団と交渉を行い、12月1日にソフトバンクへ移籍することを表明した。2010年12月6日。 福岡ソフトバンクホークスと正式に契約を交わし、同じく移籍加入した細川通とともに入団会見を行った。契約内容は4年契約で、総額5億6000万円から13億6000万円の間での変動制で、背番号は第2回 WBC でも着用した24。2011年は4月に打率397、あん ルイダで、リーグトップ、打点、二ルイダで、リーグ2位、対、超打率で、リーグ3位の好成績を残し、自身二度目となる、月間 MVP を獲得した。さらに交流戦では打率。326.20打点、四本ルイ打、超打率。554と活躍し、交流戦の優勝に貢献。MVP も獲得した。度重なる、 左足体の怪我に悩まされ一群登録抹消や、ベンチ入りしながら、大打出場にとどまる試合がありながらも、規定打席に到達。首位打者を事実上確定させた後も最終戦まで、出場を続け、打率。338で、自身二度目、江藤新一以来史上二人目のセパ両リ,リーグでの、首位打者を獲得した。オフに、 背番号をこの年限りで現役を引退した柴原洋の位置に変更。2012年6月5日に球団のツイッターで5日に夫人が女児を出産したことを発表した。6月に月間打率。128と苦しんだが7月からは打率。346で5年連続となる打率。300を記録し最多安打のタイトルを獲得した。 契約公開では、現状維持の1億7000万円で公開した。2013年2月20日に、第3回 WBC の日本代表28名に選出された。3月24日のオランダ戦では、2回表に、今大開発の本塁打を打ち、チームの勝利に貢献した。しかし、準決勝のプエルトリコ戦では、2点ビハインドの8回裏。 一死一二塁の場面で投球直後に一塁、走者だった内川が走ったものの、二塁走者だった、井端博和が二塁ベース上に止まっていたため、一二塁間の強殺プレーで、アウトとなりチームの反撃の機会を一する結果となった。シーズンでは、4月29日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で、吉宮寺から史上267人目となる、通算100号本塁打を打った。 8月は打率350.5本塁打21打点を記録し通算3度目となる月間 MVP を受賞。本塁打打,打点は自己最高を記録、打率も6年連続となる3割超えを記録する活躍で3年連続5度目のベストナインを受賞した。この年の契約公開では4年契約の3年目であったが球団は この契約を結び直す形で新たに2014年からの4年契約を提示、内川もこれに合意した。2014年も7月には打率330.20打点を挙げる活躍で自身4度目の月間 MVP を受賞するなど打撃好調でリーグ優勝、CS 制覇、日本シリーズ優勝に大きく貢献した。日本シリーズでは MVP を獲得した。 オフの10月9日に、日米野球2014の日本代表に選出された。2015年3月24日、福岡ソフトバンクホークスのキャプテンに就任する。キャプテン性を敷くのは2012年シーズンの国母勇樹以来で、球団の福岡開店後では、秋山浩二、国母勇樹に次いで、歴代3人目となる。 同年から監督に就任した、工藤清康は、前年全試合で4番を打った、リオ・ハルの打点量産を期待して5番で起用しており、内川は4番打者として起用された。打率は、284で8年連続打率3割は、ならなかったが、キャプテン4番打者として、優勝に大きく貢献した。クライマックスシリーズファイナルステージでは3試合連続で、 決勝的自打を打ち、2011年に続く2度目の MVP を獲得した。しかし、東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズ開幕前に、肋骨骨折が発覚し、欠場せざるを得なくなった。だが、チームは内川不在を感じさせない、試合運びで第3戦以外を勝利し、4勝1敗で2年連続となる日本シリーズ優勝となった。 10月9日には第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出されたが11月1日に前述の怪我のため辞退した12月22日に契約公開交渉に臨み4年契約の3年目を3000万円増の年俸3億3000万円プラス出来高払いでサインした2016年7月20日 第二種となる男児が誕生したと報じられた。同年は、リオハルの対談により、本格的に一類種へ転向この年も4番に固定され14、141試合の、出場で2年ぶりの3割台となる打率。304を記録し、自身初の100打点超えとなる106打点を記録した。オフの10月18日に、サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合の日本代表に選出された。2017年1月28日に第4回 WBC の日本代表メンバーに選出される。ところが2月25日、所属チームであるソフトバンクとの練習試合で一塁守備の際に打者走者のアキラ・ショト作し、負傷交代する。同日、宮崎市内の病院で X 線検査。 MRI 検査を受けた結果、脱臼や骨の異常はなく、右肩打撲と診断された。その後は、問題なく試合に出場し、3月14日の対、キューバ代表では8回に、代打で登場しかちこしとなる儀費を打って、勝利に貢献する。レギュラーシーズンでは、3月31日の開幕戦に、4番、一塁種で、先発出場し、 シーズン初アンダーを記録すると、4月2日の同カード第3戦では、シーズン第1号となる、ソロ本塁打を打つなど、WBC 出場の影響を見せず、4月25日には、対北海道日本ハムファイターズ戦の試合前、練習で、左手甲に打球が当たり打撲するアクシデントがあったが、この日にアンダーを記録するなど3月4月は打率。 340.5本塁打の好成績でスタートする。その後も5月25日の対ロッテ戦で、遺跡五発の3試合連続本塁打を打つなど、好調を維持していたが、6月2日のセパ交流戦の、打席でスイングした際に、首の左側を痛めて、負傷を交代し、翌3日に一軍出場選手登録を抹消された。その後の検査で、 経椎年座と診断されリハビリ組での調整となったが6月27日に一軍復帰し6月29日の対日本ハム戦で先制となる敵時打を打った7月14日15日両日に開催されたマイナビオールスターゲーム2017ではアルフレド・デスパイネと共に選手間投票で選出され14日の第一戦で 決勝打を含む2アンダーを打ち、4年ぶり2度目のオールスターゲーム MVP を獲得する。しかし、オールスターゲーム後の7月23日の対、ロッテ戦で1塁の守備で打球を処理した際に左手を負傷。晴れが引かなかったため、25日に仙台市内の病院で MRI 検査、CT 検査を受けた結果、左手母子季節骨尺側基部の剥離骨折で、 全治6週間の見込みと診断され、離脱を余儀なくされた。シーズン2終盤の9月30日、対オリックスバファローズ戦でようやく一軍復帰し、敵時打を打ったが、レギュラーシーズンは怪我の影響もあって73試合出場と10年ぶりに、出場100試合終わり、同じく10年ぶりに規定打席到達とシーズン100、安打も逃すなど、レギュラーに定着した2008年以降では最低の、 成績に終わった。本塁打は12本と2桁に乗せたものの、確実視されていた通算2000本安打の達成は持ち越しとなった。怪我による長期の離脱期間はあったが、シーズン前半の活躍で2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。東北楽天ゴールベンイーグルスとのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第1戦から第4戦まで4試合連続で、 本塁打を打つ活躍を見せ、自身通算3度目の MVP を獲得。古巣、横浜 DNA との日本シリーズ第6戦では、9回、一種の場面で、山崎康明から同点となる、ソロ本塁打を打つ活躍で優秀選手に選ばれた。オフの12月18日に契約公開交渉に、臨み、このシーズンで4年契約は満了となったが、 新たに2018年シーズンからの2年契約、5000万円アップの年俸4億円プラス出来高で契約合意に達した。2018年、この年から正式に内野手登録となった。5月9日の対埼玉西武ライオンズ戦で、竹熊翔太から中前打を放ち、NPB 史上51人目の通算2000安打を達成した。 同一日の対オリックス戦で大手をかけてから14、打席連続無安打と足踏みしていた中での達成となった。ホークス球団の選手としては、前進の難解、大英を含めて、史上7人目で、35歳9ヶ月での達成は1970年の野村克也に次ぐ、球団史上2番目の年少記録となった。また初出場から1800試合目での記録達成は、 榎本喜八を抜いて、歴代9位、右打者としては、アレックス・ラミレス、長島茂雄に次ぐ、歴代3位の速さとなった。6月29日、ヤフオクドームにて試合前に、迷宮会入りのセレモニーが開かれ、日本プロ野球迷宮会顧問の大貞春から、迷宮会のブレザーが贈られた。しかし、 2000アンダー達成後は4月に受けた右膝支給による右膝痛に加え5月に左足くるぶしへ自打球を受け離脱8月には疲労性の体調不良で再度離脱するなど怪我にも苦しみシーズン全体では71試合の出場で打率242得点圏打率は194に止まるなど前年の成績をさらに下回る不本意なシーズンとなった 2019年からチームの首相制度が廃止され、ユニフォームから C マークが外されることになった。また、球場の電光掲示板に表示される登録名をフルネームの内川誠一に変更し、新規一点を図った。これに伴い、セネームも内川から S 内川に変更された。春季キャンプ中の2月13日に第三子となる男児が誕生した。 シーズンでは3年ぶりに規定打席に到達したものの打率は256に止まり得点圏打率は2年連続194特に満塁の場面で11打数無安打に終わるなどしチームもペナントレースでは2年連続の2位に終わったが前年同様クライマックスシリーズを突破し球団史上初の日本一3連覇に輝いたまた一塁手として NPB 史上二人目、パ・リーグでは、初の守備率10割を記録し、自身初となる、ゴールデングラブ賞に輝いた。プロ19年目、37歳での初受賞は、最高齢記録かつ最地記録である。オフに、野球協約の減額制限に近い1億5000万円減の、推定年俸2億5000万円で契約を公開した。2020年、 開幕前の練習試合で21打数1安打と大不振で自身17年ぶりの2軍スタートとなった。2軍では42試合に出場して通算。327の高打率を残しながらも1軍に昇格できず、結果プロ入り後初めてシーズンを通して1軍、不出場に終わった。10月28日、ポストシーズンも出場機会を得ることは難しく。 翌年の戦力構想から外れていると自ら判断し、現役続行を模索して同日までに、球団へ退団の意向を申し入れ、11月1日、タマホームスタジアム筑後で開催された2軍戦の試合後、チームを代表して観客に謝辞を述べた、際、僕が福岡ソフトバンクホークスのユニフォームを着るのは、今日で最後になりますと、発言、11月2日、 球団公式サイトで正式に対談が発表された。ソフトバンク対談後に東京ヤクルトスワローズが獲得に乗り出し、2020年12月8日に内川と契約を締結することを発表した。背番号は同世代の田中博康が現役時代につけていた7で推定年俸は2億円減となる5000万円。ヤクルトを選んだ決め手としては、 横浜時代に指導を受けた杉村重和軍打撃コーチがいることと自身の打撃参考にもなる青木のリチカ山田哲人がいることを挙げた2021年開幕戦には5番1塁で先発出場し7月9日の対広島戦ではヘロニーもフランスアから移籍後発となるさよなら的時代を放った ソフトバンク時代から5年連続での出場となった2021年の日本シリーズでは代打で2試合に出場。シリーズをヤクルトが制したことにより2017から2020年のソフトバンク4連覇と合わせて日本シリーズ1人5連覇を果たした。打席での内川早打ち型で三振と死球はともに少ないが、 非常に半統一級が導入されていた2011年から2012年のリーグ最高通算打率317を誇っている。もともとは球を前で裁く打撃に自信を持っていたが、当時横浜の一軍打撃コーチであった杉村茂から球を体の近くまで引きつけて打つようアドバイスされる。 杉村との特訓による打撃改造が実って広角にヒットを量産するようになり2008年に初めて首位打者のタイトルを獲得した。また、和田和弘がキャンプ中はカーブマシンしか打たないと聞いて遅いボールを強く打つということがどれだけ大変なのかが改めて分かったとコメントしている。首位打者を獲得した2008年から2010年までの対左打率。 356と左投手に強く、統一級導入後も通算打率、318と左右の違いを苦にしていない。特に首位打者を獲得した2008年には、対左打率、439を残し、2009年の WBC では、日本代表監督の原辰則に、この点が評価され、左投手の先発試合では、 積極的に6段で起用された。2018年5月9日の2 0安打アンダ達成時点で、右方向へのアンダが580本と29%を占める。右打者ながら一塁到達まで4.20秒と、平均以上の脚力を備えている。外野守備では、ライト線近くの打球に弱く、右翼手での守備範囲は、平均を下回るが、 左翼守備では2012年にウザー3.5と平均を上回る数値を記録した。内野守備ではフィールディングは悪くないが、イップスのため短い距離の送球ができないこともあり、スローイングに難があると評されるも、外野守備でのスローイングは比較的安定している。2019年シーズンは一塁種として130試合に出場し、1094度の守備機械で無失策。 一類一種の守備率10割を記録したのはパリーグでは内川が初めてで NPB 全体を通しても2018年のホセロペスに次いで二人目である同年オフに NPB 史上最地記録となる19年目でのゴールデングラブ賞初受賞を果たしているメジャーのスカウトからは前述の第2回 WBC での高走球とバッドスピードが速い点から ジェイソン・ワースを思わせると評価された CM ありがとうございます。